このコーナーは私たち3人が物申したいテーマについてガチで愛を持って討論していこう、そんなコーナーなんですけれども、はい、本当は3人なんですよ皆さん。でもほら皆さん今こうしますじゃないですか、このシーズンね、忙しいから。そうそう、メンバーも忙しいんですね、うん、ということで今日は2人でね、はい、討論していこうということなんですけれども、しし、はい、今回のテーマはこちら、恋人と喧嘩仲直りする方法よしやったーというようなね、どうですかこれについて。私はもう完全にミーティング、あと喧嘩を水の波紋って言ってる。おお、その心は？あの原因が絶対に一滴どっかにある。なるほど、そこがちょっと落ちたらブワーって広がっていくっていうことね。そうだから喧嘩っていうのは絶対的に原因があるわけよ、はいはい、それは悪いとかじゃなくても、うん、うっかりしたことだ、一言だったりちょっとぶつかったことだったりとか、うん、本当だからほんのちっちゃいこの水滴一個で、うん、なぜか知らないけど殴り合いの喧嘩をしてるわけ。あー、こんだけ広がっちゃったからね。そうそうそう、みたいになっちゃうんだったらまずたどりましょうっていうことをする、うん、あー冷静にね。そうそうそう、水の呼吸なぎっていうこと。なぎ、どうですか私ですか、yeah. 私これを見た時に思ったのは、うん、これを仲直りする方法っていうのはもうお二人にしかわからないんじゃないかなって思った。そうだね、そうお二人のペースがあるだろうし、うん、だから私の場合だとまあ営み、お営み整えなくて大丈夫ですよ、美しいですねそうですね、まあ何ですか、肌と肌の触れ合い、整えなくて大丈夫ですですとか、あとはまあぶつかり喧嘩なるほど、まあ一汗かくっていうのはね、素晴らしいストレス発散にもなるみたいですから。そうそう、セロトニンが分泌されるみたいですよ幸せのねホルモンが ねいいじゃないですか、大事な要素ですということで、はい大丈夫ですかホワイトクリスマスになりそうですうわすごいじゃん濃縮還元皆さんいいクリスマスを過ごしてくださいね。では今回のまとめをお願いします。はい、ということで私たちの結論はメリーホワイトクリスマス、皆さん良いクリスマスを。私たちエンビーガブリエラ2024年もバッチリ盛り上がっていっちゃいますよ。2024年1月には私たちのライブ&トークショーエンガムの部屋が青森と仙台にて開催することが決定いたしました。そして追加での発表となりましたけれども、3月にはなんと熊本、鹿児島、そして北海道でもエンガムの部屋開催しちゃいます。イエーイ、盛り上がっちゃってる。そしてそして2月にはコンセプチュアルなライブ東京キネマクラブにてキャバレーエンガムの公演も決定しております。ちょっと冒頭から飛ばしすぎじゃない。詳細はエンガムで検索してください。以上、エンビーガブリエラでした。